犬生馬は、キンポウゲ科サラシナ生馬族の多年層。根茎は太く、長く、横に伸び、げ根がある。根室用は、長い傭兵があり、普通2回3室服用、時に1回3室服用で、同じ株に、これらの葉が混じっているものもある。章葉は、円身型で、基部は心形、長さは6から10センチメートルになり、円は、 手のひら状に3から5中から浅列し、列片は2部頭から A 戦闘で不揃いな鋭い巨子を持つ。葉の両面の葉脈状に短毛がある。葉質はやや固く葉脂質。下記は8から9月。花形状の茎を高さ60から90センチメートルに伸ばし、茎先に単一、または下部で分子した水蒸荷序をつける。荷序には短毛が密生し、 白色で無柄の多数の花を蜜につけ、花は下側から上側への順に開花する。茎につく葉は退化して、包状になる。花弁状の学片は4から5個あり、長さ4から5ミリメートルの高大円形。花弁は長さ4から5ミリメートルの長大円形。学片と花びらは早く落ちる。湯水は白色で多数ううあり、 花糸は長さ7から8ミリメートルになり、約は円形から広大円型になる。髄は普通1個で時に2個ある。学片、花弁が落ちた後も、湯髄、髄はブラシ状に目立つ。果実は袋花となり、長さ5から6ミリメートルになり、中にペ片状のヒダがある種子が数個入る。同族のサラシナウマは根質葉が三回3出腹用で、 花に花柄がある。大場昭和は、根室用が1回産出服用で、本種同様に花に花柄がない。日本固有種で、本州の関東地方から近畿地方にかけて分布し、産地や丘陵の樹木の下や沢沿いなど、やや湿った場所に生育する。ありがとうございます。